お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。今日の試合のことを語る前に、試合終了後、全選手写真撮影をボイコットした理由って何でしょう？あれはですね、僕は前々から、SNS でも、口頭でもよく今の4人にその興行のトップ張らせて、でお前ら黙って見てるのかと、僕をはじめとした若い世代ですよね。若い世代に、ちょっとなんていうんですかね、こう溜まってるものが僕の中でありまして、だから今日の試合も試合の中でそれを伝えられるような試合ができたらなと思って試合に挑みましたし、で最後の写真撮影もぶっちゃけお前らなんかと一緒にするなと、俺は君たちより先にどんどん行くから、俺は君たちを置いていくから、悔しかったらついてこいっていう、そういう、意味を込めてあの場に僕は行かなかったってことですね。わかりました。今日の試合の結果を踏まえて次回やりたい相手あります？今日の大会は若手中心の大会ということで、若手メインの興行だったんですけど、今日の試合見て、見てもらって分かったと思うんですけど、であと、ボイコット意思表示っていうこともあれで、トップの4人のうちの誰か、その中で頭1個抜けてる山田選手がやっぱ俺はちょっと気になるっていうのと、あとこの無党派の俺のデビュー戦、最初初参戦した時に山田選手とやってワンツースリー取られてるから、今度はワンツースリーも俺が取り返すし、腕一本もらえますよっていう気持ちですね。だから山田選手とケツで結びの一番でやりたいですね。てかむしろそれ以外のカードだったら俺1月出ないから。わかりました。検討させてみます。はい。